はい、カバーチェブロカッパ園長です。さて、じゃあ今度はね、この動画ではオリンピックのお話なんですけども、オリンピックそのものじゃなくて、この東京五輪の派遣スタッフパソナが独占契約、中抜き 95% で竹中平蔵さんボロ儲けっていうお話をちょっとね見ていきましょうかね。菅首相が徴用する元総務大臣竹中平蔵氏率いるパソナグループが、コロナ禍で、純利益、1000% 増というとんでもない利益を上げていることが話題になっているんですね。 1000% 増とか半端ねえな。で、今期最終益は、去年の10倍、営業利益も過去最高、昨今の国の事業にはまず顔を出すパソナは、東京オリンピックと政府のコロナ対策事業を大量受注、コロナバブルの象徴で、菅首相の、ね、ブレーンで、国家戦略特別区、諮問会議、有識者議員、産業競争力会議有識者委員も務めていると。で、小泉内閣でも自分で決めて自ら設ける方式だったが、その手法は今も健在ですよと。なんでこんなに許してるんですかね。で、オリンピック関係者の特別待遇は予想されていたが、オリンピックのボランティア、医療従事者をボランティアとして無償で募る一方、優勝の大会運営スタッフの準備業務ディレクターには1日35万、管理費、経費含めると日当が42万になるという計算になる。ところがパソナが一般に募集をかけた際には時給1650円、深夜時間帯は 125% の割増賃金で、日当約1万2000円というから、人材派遣の業務といえども中抜き率は 95% を超えると。すごい企業ですね。すごいことやってますね。で、5月26日衆院文科委員会では、パートナー契約では人材派遣サービスはパソナにしか許されていない、43会場の派遣スタッフを頼むときにパソナに、仕事を出さなくてはならない契約になっていると独占的契約も明らかになった、儲かるはずである。これってなんか引っかかんないの？独占禁止法的なやつに。4月19日の、衆院決算行政監視委員会では、このデタラメな契約に、オリンピック大臣、丸川大臣が、守秘義務で見せてもらえない資料があると困った顔を見せたが、公的資金が流れる事業で民間企業との守秘義務が優先することを、国会が正せない、パソナも積極的に説明しようとはしないし、人材派遣業を司る厚労省もだんまり。つまりオリンピックさえ強行開催できれば誰も悪くならない仕組みが完成すると。はあ、まあ分かってたことですけどね。改めてなんかこういうことを、ね、記事として出されるとなんだかなって感じになりますよね。これまだまだ続くんですけど、ね、当然そんだけ儲けるにはオリンピック開催されないと困っちゃうわけですよね、竹中さんはね。だから竹中さんは何が何でもオリンピック開催をね、主張するんですよ。だからそれに異を唱える、ね、要は反対派、例えば世論だったり、ね、あるとは尾身会長なんかにもね、噛みついていくんですよね。竹中平蔵さんが開催是非の議論そのものにね、文句をつけるんですよね。世論が間違ってる、ね、だったらコロナに行かれと。元総務省で、経済学者の竹中平蔵氏、が6日放送読売テレビそこまで言って委員会 NP に出演。開催の是非について議論を呼んでる東京五輪について持論を展開。竹中氏はオリンピックってやるかやらないかって議論をなんであんなにするのか私にはよくわかんないんですよねと自ら切り出し、だってオリンピックってのは世界のイベントなんですよ。世界のイベントをたまたま日本でやることになってるわけで、日本の国内事情で世界のイベントをやめますとかいうことはあってはいけないと思いますよ。世界に対してやるっていうふうに言った限りはやるべき責任があると語ったと。まあね。で、さらに、1920年のアントワープオリンピックはまさにスペイン風邪の真っ只中でやってたわけです、とコメント。これにパネラーの山口萌が、国民は我慢してるんです、だから怒っていると指摘すると、竹中氏は我慢しなきゃ仕方がない、それだったらコロナに起こればいいじゃないと突き放した。同じくパネラーの立川志らくも、世論の6割7割が中止延期と言ってるのは間違ってんのと追及の声が出たが、世論が間違ってるんですよ。世論はしょっちゅう間違ってるじゃないですか。世論はしょっちゅう間違えますからねと明言。
竹中さんがね、だがさすがにこれはまずいと思ったのか、竹中氏は議論の後半には世論は間違う、世論は間違うはきついかもしれないけど移ろいやすい、ちょっと何言ってる意味はよくわかんないな、世論はまあいいか、まあなんかこうね、世の中の人たちが悪いっていうことを言ったわけですよね。うん、でさらにね、これ尾身会長にもね、が声を上げるんですよね、竹中さんがね、尾身会長の五輪発言を批判、明らかに越権行為だっていうことを言ってるんですよね。慶応大学の名誉教授でもあるんだこの人、竹中さん。パソナ会長の竹中平蔵氏が、読売テレビ、まあ、さっきのあのそこまで行って委員会での話らしいんですけども、続きですね。じゃあ政府の新型コロナ感染症対策分科会の尾身会長が国会答弁で東京五輪パラリンピックについて今のパンデミックの中での五輪開催は普通ではないなどと発言したことを明らかに越権、ひどいと批判した。竹中氏はこの間の座長の発言なんかひどいじゃないですか、だって分科会がオリンピックのことを決めるわけじゃないのに明らかに越権ですよねと批判。本当にエビデンスがないと私も思いますけど、人流止めればいいんだとかなってるでしょう。しかし人流止めてロックダウンした国でも抑えられなかったんですよと、尾身氏の言う人流と感染拡大に関してはエビデンスがないとまで言い切った。さらに怒りは収まらない様子で、分科会がまた変なことを言う可能性がある、社会的にも専門家だと思われてるからと皮肉り、それ分科会に対して反対する決断をするのが政治的に難しくなる可能性がある、専門家として個人で言うのはいいんです、しかし国会で分科会の座長として言っているんだから、あれは明らかにノリを超えてますよとヒートアップしていた。で、小泉内閣で、竹中氏が総務大臣を務めた際、菅首相が副大臣を務めていて、竹中氏は菅首相のブレーンの一人とされる。この日の番組で、菅総理のブレーンのと紹介されると、ブレーンじゃないですけど言いますけどと苦笑いし、スルーする場面もあったと。まあこんなやり取りがあったそうなんですけどもね、どう思いますかねこの人ね、まず 95% 中抜きすごいな。それは人材派遣会社儲かってしゃあないでしょうね。まあだからこそやっぱり尾身会長とかね、世論をまるっと敵に回してでもね、やっぱりこの開催反対延期に、やっぱり声を上げてる、激怒してるわけですよね。まあ分かりやすいっちゃ分かりやすいですよね。でもこれどこまで本当なのかなね。42万、ところがパソナの一般募集だと時給が1650万、あ違う1650円で、中抜き率が 95% を超えるって、こんなことがありえるんですかね。まあわかんないです、あるかもしれないですね。いや多分あると思うんですけども、それこそね、なんか国会でもっと追及する人とかいないのかなね。だこういう時こそ野党の出番なんじゃないのかなって思うんですけどね。まあ興味ないんでしょうね、むしろ裏でつながってる側か、あの人たちの方がね。はあ、こういうの見ちゃうとね、なんかね、本当、1年延期が決まって、それでも腐らずね、だからほら、体操のね、内村さんとかも筆頭にね、技を磨いてね、力をね、蓄え続けてきた、ね、そういう人たちには本当申し訳ないんですけど、なんかもうはっきり言って、オリンピック丸ごと興味が失せますよね、改めて、こういうの見ちゃうとね。ただね、この最初のこのね、このパソナのか、記事については、ちょっとね、ちょいちょい間違ってるところ、ね、間違ってるというよりも、意図的になんかこうね、日本政府とかこの IOC、だから東京五輪パラリンピック組織委員会、への、なんかこう、ネガティブなイメージを植え付けるための、なんかこう、嘘が散りばめられてるんですよ。例えば、なんだろう、税金の投入って言ってましたよね。これ東京五輪パラリンピック組織委員会の運営費ってスポンサー料で賄われてませんでしたっけ。なんか任意団体が行う契約の是非を問うのは、まあなんか出資者であるスポンサーしか資格はないんでしょうけれども、なんか記事はこれやっぱり政府へのこのね、菅政権へのネガティブイメージを植え付けることがメインになってるような気がするんだよな。
まあそれはともかくね、だってこの竹中さんにね、この自民党がさ、ね、利益誘導しているのが問題なわけじゃないですか。ね、それをなんで野党がね追及しないのかと、ね、盛りかけとか桜の時のような食いつきを見せてほしいんですけどもね、こういう時こそ、ね、どうでもいいどうしようないことばかりに本気になってさ、血まなこになってさ、本当にねこの必要な時に全く動かないんだよな。だから数字上がらないんだと思うんですけどもね、うん、わざとやってんのかな本当にね。まあだからこのね、竹中さんみたいな人がね、例えばそうだな、この、まあ豊田商事とかね、餃子の王将とかね、まぶちモーターの社長のような最後を迎えることを心から願ってますよ。ね、恨みを持ってる人も一人二人じゃないと思うんでね、うん、それはだって今のね、この三社とは段違いでしょうからね。いや、本気でそう思いますよ。ね、むしろいいリトマス試験紙ぐらいにしか思ってないんで、うん。まあこの竹中さんみたいな人がね、この安楽死というか、まあ天寿を全うできたとしたら、いよいよもうこの本当にこの日本っていう国は終わってるっていう判断できる一つの材料じゃないかなって思いますからね。いやー、やっぱりこの国ってこういう部分本当おかしいですよね。確かさ、ね、民主党政権の時竹中さんってどこに逃げてましたっけ。なんかね、どっかよその国にとんずらかましてさ、大統領顧問とかやってたような気がしたんですけども、で自民党政権になったら速攻で戻ってきてさ、ね、で税金盗み取り放題でしょ、うん、まあこの人は確実にね、潰していかなきゃいけない人の一人じゃないですかねと思いますけども。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。